経済学研究員の篠崎昭彦です。私の研究分野は情報経済です。スマホやパソコン、ネットといった情報通信技術の進歩と普及が社会にどのような影響を及ぼしているのか、経済学の観点から実証分析を行っています。特に最近は新興国や途上国も視野に入れたグローバルな経済効果に注目しています。産業革命以来、技術革新と経済発展といえば長い間先進国が舞台でした。ところが10年ほど前から携帯電話やスマホのようないわゆるモバイル技術が途上国にも爆発的に広がっていて、世界の景色が一変しています。それを端的に示しているのが識字率と技術の普及の関係です。電話の発明から100年以上経過して、ようやく1990年代後半に携帯電話やネットが世界で普及し始めましたけれども、当時はまだ識字率の高い豊かな国に偏っていました。ところが2000年代半ばからは、識字率の低い発展途上国でも一気に固定電話を抜いて、わずか10年で怒涛のように普及しています。これは人類がかつて経験したことのない現象で、従来は途上国が先進国の後を順番に追いかけて発展していくと考えられていましたが、現在は人里離れた途上国の農家や漁業に携わる人たちも一足飛びに情報化して、国際マーケットの価格情報を参考にしたり、電子マネーを使ったりして収入を増やす動きが注目されています。こうした大きな変化は最近のことで、以前は情報化で最先端を走るアメリカ経済がニューエコノミーと注目されていました。私が研究を始めたのもちょうどその頃で、アメリカで調査の仕事をしていた時のことです。実は私は大学卒業後、そのまますぐに研究者の道を歩んだのではなく、日本開発銀行というところで15年間働いていました。で、企業の審査業務のほかに、経済企画庁で日本経済の分析などに携わった後、ニューヨークの駐在員としてアメリカ経済の調査を始め、それがきっかけとなったんです。旧大で学者の道に進んだ後は、ハーバード大学の研究所でさらに本格的にこの研究に取り組み、帰国後は学会だけではなく産業界、政府機関、シンクタンクなど領域を超えた交流を続けてきました。で、こうした交流の中でノーベル経済学賞を受賞したペンシルベニア大学のクライン先生の研究グループと共同研究をする機会にも恵まれて、最終的には一緒に本を書いて出版することができました。今の延長線で無理に成長する必要はないと、まずは変化が大事だ、その変化がいずれ発展につながると話しています。若い時は新しいことをどんどん吸収できますから、研究室ではむしろ私に教えてほしいと、私も共に学びたいという気持ちでいます。